皆さんこんにちは。今日はスターバックスでアメリカンチェリーパイフラペチーノを食べてきました。仕事の休憩中にちょっと猛ダッシュで食べに行ってきたので、ちょっと前知識とか全然なくて食べ方がさっぱり分かんなかったんですけど、ちょっとねいろいろ模索しながら食べてみました。てか結構これ硬くてですね、ちょっとどうしようかなって思って開けてみてかじってみました。迷ってまたかじってみて、ちょっとストローで減らさないとなんかねこう溢れてきそうだったんで、とりあえず飲んでみました。バニラ風味のベースにチェリーのコンポートが上下に流し込まれていて、その2つが合わさるとチェリーのソフトクリーム食べてるみたいで、すごい美味しかったです。手で割ってみようかなとも思ったんですけど、やっぱ結構硬くて、あとちょっと周りが汚れてるのもあってあんまり手では割れなかったです。なのでちょっと思いっきりえいっと刺してみました。そしたら周りにピョンと飛んじゃったのですごい焦りました。もうストローを持つ手がアイスピックを持つような感じになってますね。あんまりリラックスしてカフェで休んでいるような感じではありません。と戦闘態勢でクラッシュしてみました。でこのチェリーとバニラミルクがすっごい美味しかったです。あ、中からパイが出てきました。結構大きいかけらでしたね。美味しかったです。ちょっとしっとりしちゃったんですけど、味はさくらんぼパイみたいで美味しかったです。ちょっとここで何かが詰まって吸えなくなりました。どうやらクルトンみたいな形のパイがたくさん中の方に混ぜ込まれているみたいです。結構歯ごたえがあって美味しかったです。これが例のクルトンみたいなパイです。チェリーって普段そんなに食べないんですけど、こんなに美味しいんだなと思って、今回新たにお気に入りが一つ増えました。美味しかったです。
ごちそうさまでした。本日もご視聴いただき本当にありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。